交通安全教育班です。今日は堺ブレイザーズの皆さんとクイズをしながら楽しく交通安全についてお話ししたいと思います。それでは早速選手をお呼びしましょう。背番号3番宮原貴人です。ポジションはオポジットです。よろしくお願いします。背番号5番堀江智弘です。ポジションはリベロです。今日は頑張ります。背番号11番関田正弘です。今日はよろしくお願いします。ポジションはセッターです。背番号23番宇野力也です。ポジションはアウトサイドヒッターをやってます。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。ところで皆さんは車や自転車を運転されることはありますか？ありますが、基本自転車です。はい、僕は最近新車を買いました。毎日通勤で使ってます。歩行者に気をつけながら運転しています。ということは、交通ルールを守ることの大切さというのはよくご存知だと思います。もちろんです。バレーボールも車を運転するときもルールを守ることが大切です。例えばバレーボールではネットに触るとタッチネットなど、ルールを守らないと反則行為となります。車を運転するときルールを守らないと交通事故につながりますので、ルールはしっかりと守っていただきたいと思います。それでは皆さんも普段から車や自転車に乗っておられるということですので、今から信号色当てクイズをしたいと思います。ルールは簡単です。私がクイズを出しますので、皆さんは答えが分かった時点で答えをボードに記載していただき、その後ボールが一つでも風船に当たりますと私が合図を出します。ボールを当てた方の風船の色とボードの答えが同じであれば正解となります。一番早く、そして正解数が一番多かった方が勝ちです。問題をよく聞いていただき、ボードに答えを記載していただいた後に風船にボールを当ててください。それでは問題です。信号で直進し、左折し、右折することができる色といえば何色でしょうか？最後ボードを見せてください。青、青です。大正解です。くそー、では関田選手に1ポイント入ります。あー、いいな。最後30ポイント、いいな。信号が青色に変わってもすぐに進むのは危険です。周囲の安全を確かめてから進みましょう。続きまして2つ目の問題です。はい、信号で停止位置を超えて進行してはならない。ただし安全に停止することができないときはそのまま進むことができる色といえば何色でしょうか？白。はいはいはい、ヒントは堺ブレイザーズのチームカラーです。うわ、はい、堀江選手のボールが黄色の風船に当たりました。ではボードを見せてください。黄色です。堀江選手のボードには黄色と記載されています。大正解です。堀江選手に1ポイント入ります。すごい黄色、これはね、間違いない。あんな大ヒントもらってるんだから。大ヒント、大ヒント。信号が黄
黄色に変われば、まもなく赤色に変わります。交差点に近づけば、速度を落として安全に止まりましょう。では、これが最後の問題です。絶対勝つ。信号で停止位置を超えて進行してはならない。交差点内で左折、右折している車はそのまま進むことができる色といえば何色でしょうか？やりました。では関田選手、ボードを見せてください。赤です。関田選手のボードには赤色と記載されています。大正解です。関田選手に10ポイント入ります。信号の赤色は停止線を越えて進行してはいけません。交差点に近づけば速度を落として安全に止まりましょう。それでは今日は特別にスペシャル問題をご用意しました。この問題に正解された方はなんと1万ポイント入ります。大逆転のチャンスです。皆さん頑張ってください。それでは問題です。堺ブレイザーズの本拠地である堺市には信号博士と言われている兄弟がいますが、その信号博士が今までに調査した信号機の数はどれくらいでしょうか？赤100機、黄色500機、青色1000機、白5000機、紫2万機。さあどれが答えでしょうか？来たのボールが白色に当たりました。では宇野選手、ボードを見せてください。今書いたのは白です。宇野選手は白と記載されています。宇野選手、不正解です。関田選手のボールが紫に当たりました。ではボードを見せてください。2万の紫です。関田選手のボードには2万の紫と記載されています。関田選手、大正解です。2万はすげえ。関田選手に1万ポイント入ります。1万ポイントということで、一番正解されたのは関田選手でした。関田選手のとても素早い判断と確実なコントロール、とても素敵でした。皆さん、僕たちのクイズを見ながら楽しく信号のルールを勉強していただけましたか？大阪では信号無視による交通死亡事故が多発しています。信号さえ守っていれば助かる命がたくさんあります。みんなで信号を守りましょう。堺ブレイザーズの試合を見に来るときも信号を守ってね。皆さん、信号のルールを守ることはもちろん、信号だけでなく交通ルールをしっかり守って皆さんの大切な命を守りましょう。守りましょう。それでは信号兄弟からのメッセージです。こんにちは。僕たちは信号機が大好きな兄弟、岡本陸と岡本空です。大阪では信号無視の交通事故がなくなりません。
信号機はみんなが安全に道路を通るためにいつも私たちを見守ってくれています。悲しい交通事故をなくすために歩行者も自転車もバイクも車も僕たちが大好きな信号機を守ってみんなで交通事故をなくしましょう。